なんだよこりゃ。何十、いや何百ものモンスターがほふられている。冒険者の仕業ではない。周囲にも刻まれた破壊の跡、まるで巨大な牙で引き裂いて焼き払ったかのような。冗談だろ、一体どんな化け物がやりやがった。先輩、大丈夫ですか？ひめらぎ。どうして俺は、いや、それよりここは一体。わかりません。私も気づいたら先輩とここに。見たこともねえし、明らかに普通の場所じゃねえ。おいおい、まさか監獄結界なんてことはないだろうな。それなら南谷先生がいるはずですけど、先輩が気づくまでは誰も。俺たちは確かラフォリアたちと。はい、アルデギア王国の船に乗っていたはずだったんですけど。そうだ、確か海でいきなり光に包まれて。渚は、船には渚も一緒に。渚ちゃんもラフォリア王女もさやかさんもこの周辺にはいません。ここにいるのは私たちだけみたいで。なんだ、あれ、魔獣？先輩、来ます！消えた？いえ、致命傷を与えたら灰になった。くそ、キリがねえ。なんだってんだこいつら。狙撃せよ妖精の射手、うがて必中の矢、アルクスレイ。な、大丈夫ですか？この声、キラサカ、無事だったのか？はい、キラサカ、どなたのことですか？あれ、いや、悪い、人違いみたいだ。おかしいな、聞き間違いのないくらい声がキラサカだったんだが。もう先輩、こんな時に何を言ってるんですか。援護ありがとうございます、助かりました。礼には及びません。しかし、見慣れない方々ですね。雰囲気と言いますか、
なんというか。おまけにそんな軽装で中層まで来るなんて、お二人は本当に冒険者なんですか？中層？冒険者？あ、いや、それよりもその耳、お前ら、エルフってやつじゃ。壁から魔獣が、なんだよこれは。アラテです。あなたたちは下がっていてください。ヒュゼレイド・ファラーリカ。すげえ。レフィーヤは第二級冒険者の中でも規格外の魔力の持ち主です。この階層のモンスターならば敵ではありません。見たこともない魔術、術式ですね。壁にひびが。また新手が。くそ、任せきりで突っ立ってるわけにもいかねえ。アリシアさん、炎症始めます。支援を。カレイドブラッドの血脈を継ぎし者、暁胡蝶が何時の枷を解き放つ。来やがれ五番目の拳銃、レグルス・アールム。は？レフィーヤの服が弾けた？なんてこと！何やってるんですか先輩！うわあ！よりにもよって助けてくれた方の服を！何考えてるんですか変態先輩！ちょ、待て！今なんかおかしかったんだ！誤解だ！理不尽でしたね。感じます、あのヒューマン。メルクレネルイゾーのスケコマシの香りが。さすがにそれは言い過ぎでは。異界だって。はい、こちらのレフィーヤさんとアリシアさんの話を聞く限り、そう捉えるのが自然です。ダンジョンに冒険者、魔法にデミヒューマン、そしてモンスター。これだけ話を聞いて、私たちが知っている吸血鬼や魔族、魔獣なんて言葉が一つも出てこないんですから。まあ確かに、世界中どこにだってドミニオンのことくらいは知ってそうなもんだからな。あんたたちはエルフって言ってたけど、ニャンコ先生の知り合いってわけでもないんだよな。先輩、それじゃあわかりません。遠藤ゆかり様です。名前を伺う限り極東の方のようですが、あいにくそのような名のエルフとお会いしたことはありません。前に迷い込んだ喉とも違うみたいだし、本当に俺たちが全く知らない世界ってことか。ええ、そう考えるのが妥当でしょう。私も信じられない思いですが。どうしたのですか？
とてつもなく微妙そうな顔をして、いや、目をつぶるとすげえ冷静なキラサカと話をしてるみたいで調子が狂うっていうか。すいません、私も若干そう感じてしまっています。はあ。悪かったからお前を睨まないでくれ。本当にわざとじゃないんだ。レフィーヤ落ち着いて。いいえ、落ち着くのは無理かもしれませんが、怒りを鎮めなさい。いがみ合ってる場合では。無理です。けだものに服をビリビリに破られた女性が冷静でいられるわけないじゃないですか。誤解を招く言い方すんな。けだものってなんだ。けだものって。先輩、家庭は違ったとしても擁護はできません。別の世界に来てまで女の人にエッチなことをするなんて。エッチ言うな。ああ、もうとにかく私たちの理解も及んでいませんが、そちらのユキナさんがおっしゃるように異世界と考えるのが自然です。あなた方からすれば私たちは違法の住人、そして私たちからすればあなた方は本来会うはずもなかった客人です。マジかよ。勘弁してくれ。魔剣一振り。は？聞こえなかった？次の課題は魔剣。待ってください。どうして魔剣なんか。ファミリアが変わっても火事の腕を見てほしいって言ったのはあなたでしょ。そして今あなたの成長を知るには魔剣がいい。私はそう判断した。そんな顔してもダメよ。今あなたが打てる最高の魔剣を用意してちょうだい。私の言葉を信じるならだけど。わかりました。あの、ベルフ、ずっと顔をしかめてるけど大丈夫？ああ、悪い。気を使わせて。俺の問題だから気にするな。それより突然付き合わせて悪かったな。ううん、それは大丈夫なんだけど。珍しいね、ベルフが魔剣の力を試したいなんて。ああ、ちょっと事情があってな。何かひらめくものがあるかもしれないから蛍光用のハースなんかも持ってきたんだが。よくわからないけど、そのバックパックの中身も全部魔剣なんだよね。まあな。とりあえず中層あたりのモンスターが相手なら出来栄えぐらいもわかるだろ。わかった。もう何階層か潜ってみたところで試して。悲鳴か。いや、それよりも今のは。今の声、いいね。て、おい、待て、ベル。くそ、早え。
大丈夫か、ベル。この声、九条くん。もう、どこ行ってたの？一人にしないでよ。すっごく怖かったんだから。誰？お前が誰だよ。私は渚だよ。九条くんの妹。決まってるでしょ。そんな声しててわからないの？九条くん失格だよ。声は関係ねえだろ絶対。というか九条くんって誰だ。何言ってんだお前。ベルフ落ち着いて。 あとな渚さん、あなたも冷静になって。おかしいよ、絶対におかしいよ。私が九条くんの声を聞き間違えるはずがない。世界の方が間違ってるレベルだよ。ああダメ、聞いてない。あとウィーネの声でウィーネが絶対に言わなそうなこと言われるの地味にきつい。なんなんだこいつは。とにかく俺は小城君とかいうやつじゃ。待って。は？今神経を集中するから。小城君ステイ。だから小城君じゃねえ。古城くんソムリエの渚がジャッジを下すよ。伊達に長年妹はやっていませんので、はい、何か喋って。なあベル、俺も帰っていいか。付き合ってあげようよ。なんだか必死というか深刻そうだし。ちくしょう、全く意味がわからねえ。おい、お前は一体何なんだ。やっぱり古城くんだよ、古城くん。絶対に古城くん。きっとこれ高性能の着ぐるみなんだよ。それが拳銃とか呪術とか、とにかく変なパワーの変身。そうに決まってる。誰が着ぐるみだ。お前本当にいい加減にしろよ。おい、よせ、やめろ。素肌を引っ張るな。言って、ふざけろ。落ち着いて。お願いだから二人とも落ち着いて。え、じゃあ本当に九条くんじゃないの？だからそう言ってるだろう。声が似てるからって暴走するんじゃねえ。嘘、本当の本当にそっくりっていうレベルじゃないんだけどな。生き別れの双子とか、魂を分け合った半身とか、あとは中に同じ人がいるとか、そんな感じだよ。ごめんなさい、何を言ってるか分かりません。あれ、ちょっと待って。この人が古城くんじゃないってことは、私やっぱり一人ぼっち？ユキナちゃん、ラフォリアさん、サヤカさんもいないんですか？そんな。本当にやかましいな。情緒不安定、いや元から口数が多いのか。錯乱してるのもあると思うけど、あの渚さん、さっき教えてくれた話についてなんですけど。私の方が年上の気がするからベルって呼ぶね。ベルたちの話を聞いてなんか違うなって思ってさ。迷宮都市とか神様なんて聞いたことないし、そっちは審査も知らないんでしょ。これきっと異世界なんだよ。多分信じられないけど、私漫画とかで読んだことある。未知との遭遇ってやつだよ。一人でまくし立てるな。あと勝手に納得するな。混乱しててやけになってないか。でもベルフ、渚さんが嘘を言ってるようには。さっきお兄さんの顔、携帯っていうのも見せてもらったし、
違う世界から来たって本当なんだと思う。冗談だろ。勘弁してくれ。それじゃあこの世界では神々と人間が共存を？信じられません。共存というほど仰々しいものではなく、普通に暮らしてしまっているだけなのですが、改めて伝えようと思うと難しいですね。天界から降臨されたのは確かですが、神はアルカナムを封じて全知霊能の身。何より筆舌に尽くしがたい様々な方がいて。様々な。そうですね。例えば、幼女のような風貌でありながら巨乳であり、布一枚のような服に紐をまとった女神など。幼女で巨乳？なんだそりゃ。人間なのか？あ、神か。しかし布一枚に紐って、服なのか？もしそれをヒメラギが着たら。まあ、かなり悲惨というか、物足りないというか、驚異的な意味で、ストーンという感じにはなるやもしれません。一体何を話しているんですか？先輩、変な想像をしないでください。ヒメラギ、落ち着け。別に俺は巨乳とか驚異的格差とかそんなんじゃなくて、紐っていうやつが気になってたな。どこを見て言ってるんですか？悪い、これは。やべ、こんな時に。話？最低。待て、これは吸血行動を抑えるためにしょうがなく。性的興奮をしていたのは事実じゃないですか。それは。先輩の、バカ！待て、頼むから落ち着け。鼻血の方は本当に不可抗力だろう。それじゃあ、変な想像をしていたのは認めるんですね。それは、少し、間が差して。妄想の中で、私に変な格好をさせて、さらに拳銃を悪用して、レフィーヤさんの服をボロボロにするなんて、最低です、先輩。レフィーヤ、どうぞ。あなたもエルフとして少しは言動を慎みなさい。レフィーヤさん、私のそばにいれば大丈夫ですから。もう先輩にハレンジな真似は。だから誤解だって。あの時は思ったように拳銃が出てこなかったって説明しただろう。先輩のことですから、それも狙ったのかもしれません。そうです。ユキナさんにおんぶに抱っこな形で紐のように守られてる方なんて信用できません。紐ってなんだ、紐って。拳銃相手にそんな器用な真似できるわけねえだろ。あの時は、なんていうか、拳銃が制御の外にいたみたいな感じで。制御の外。ところでユキナさん、先ほどから気になっていたのですが、その拳銃というのは一体？あ、すいません。詳しく説明していなくて。拳銃というのは、ある魔族の眷属たる獣で。吸血鬼？
うん、古城くん。私のお兄ちゃんは吸血鬼で、その中でも特に強力な第四神祖って呼ばれてて。そいつが12体のとんでもない拳銃ってのを刺激するっていうことか？なんだかすごいというか、怖そうな人だね。あ、五条くんは肩書きはそんなだけど、ちょっと抜けてるし、面倒くさがりだし、全然怖くないよ。むしろだらしなくて、部屋も全然片付けないで、朝はいつも顔色が悪いから、私がいつも面倒を見てて。どんな奴なのか全く想像できないぞ。あはは、僕たちの世界にも童話なんかで吸血鬼が出たり、血を吸うモンスターはいるみたいだけど、それとは違うみたいだね。渚さんの世界の吸血鬼は他に特徴はあるんですか？一番強い神祖の他に、リーシュとか区分けみたいのはあるんだけど、吸血鬼は一応最強の魔族って呼ばれてて、人類と長い間ずっと戦争をしてて、でもって日光が苦手、ニンニクも苦手、さっきも言ったけど朝にも弱い。最強の種族なのに？あとはいやらしいことを考えると女の子の血を吸いたくなるみたい。その種族大丈夫なのか？他には、あ、吸血鬼の神祖はすごく長生きで、人生に飽きてるみたいだから、お祭り騒ぎや争いが好きみたい。僕たちの世界の神様みたいですね。ああ、でも古城くんは見た目も中身もただの人間っていうか、少なくともそう扱ってくれた方が嬉しいと思うな。なるほどな。とりあえずそれなりに難儀な奴らってことは分かった。苦労してそうだってこともな。うん、そうだね。それじゃあ探そうか、渚さんのお兄さんは。え？渚さんと同じようにダンジョンにいるかもしれないんですよね。じゃあ早く見つけてあげないと、モンスターもいて危ないから。いいの？会ったばっかりだし、私住んでる世界が違うみたいなのに。ここまで来たら見捨てることできないですし、それにその声を聞くと放っておけないっていうか。声？要はこいつは女を放っておけないってことだ。美女も美少女も怪物もな。ベルフ、その言い方は含みがあるというか誤解を生むような。私ちょっと感動してたのに。ベルって女の子だったら誰でもいいんだ。最低だよ最低。やめて、フィーネの声でそんなこと言うのやめて。かつてないダメージか。うわ、血を吐いた。娘にキモいとか言われる父親みたいな心情か。悪乗りした俺も悪いが。とにかく、渚さんのお兄さんたち探してあげよう。魔剣を試しに来たベルフには悪いけど。いいぞ。俺だってここで市場を優先するほど腐っちゃいない。ダンジョンで人探しなんて、骨は折れるだろうが、それはそれだ。ありがとう、ベル。それと、ベルフくん。ベルフくんって、お前の兄貴みたいな呼び方をするなよ、ったく。それで、連れの特徴なんか聞いても大丈夫か？ああ、うん。古城くんの他には、私と同じ制服を着たユキナちゃんっていう子がいて、他には、アルディギア王国っていう国のお姫様と、その人の護衛というか、SP みたいな人が。ちょっと、勝手に動き回らないでください！なぜですか、さやか。
せっかく未知なる場所に来たのですから、いろいろ調べるのが楽しい。必要なことでしょう。今楽しいって言いかけましたよね。もうおたわむれはやめてください。どんな危険が潜んでいるかわからないんですから。獅子王機関からラフォリア王女の護衛を任されている私の身にもなってください。獅子王機関の舞姫が動じるほどのことではないでしょう。この辺りは静かなものですし、もともと小旅行の予定だったのです。行き先が少し変わっただけだと思えば、なんてことは。大違いです。どこかのわからない場所に迷い込むのは旅行と言いませんから。変な光に包まれたかと思えば、わけのわからない場所に出て、ハロウィンフェスタの時とも違う気がする。みんなもいなくなってるし、逆にどうしてそんな落ち着いていられるんですか。ああ。なんですか。ここに古城がいないから、そんなにイラついているんですね。心配しなくとも、彼ならきっと問題ありませんよ。なな違う、私はあいつのことなんてこれっぽっちも。あれ、今の声。え？アリシア、じゃない。勘違い？ケンキ、護衛なんだから先に行かないでほしい。私、この階層で一人になると簡単に死ぬ。誰？アリシアなる方は知りませんが、声が似ていますね。そちらの獣人さんとサヤカさんは。私はこんな眠そうというか、ダウナーの声はしていないような。バカにされているような気がしなくもないけど、そういうそっちも元気と声が似てる気がするね。あら、そうですか。自分じゃよくわからないけど。確かに初めて会った気がしない。何この異質な空間。ええ、肌がざわつくというか、まるで鏡と話を交わしているような、言うなればカオス。確かに。って、そうじゃなくて！すみません。私たち、ここに迷い込んでしまったようで。あなた方は、この辺りにお住まいの方でしょうか？ん？ずいぶん変なことを聞くんだね。変なこと？これは、魔獣？いえ、このような種は見たことがありません。なんだか話が噛み合ってない気がするけど、とりあえず元気、お願い。はい、下がっててください。ブエーキシャン。ちょっと、汚いわね。口くらい抑えなさいよ。いや、ごめんごめん。きっと誰かが僕の噂をしているんだよ。時間差で紐とか驚異的な話を。なんで妙に具体的なのよ。それよりも、さっきの話、本当なの？ミヤハの子供がダンジョンに潜ったって。ああ、ミヤハから聞いたんだけど、ナーザ君がお供を連れて行ったらしいんだ。あの子、片腕を失ってからモンスターにトラウマができたんじゃなかった？それがね、ヘルメスのところのアスフィー君がトラウマなくなるなるアイテムを実験的に開発したらしくて。
は？その被験体として自分で志願したんだってさ。治験ってことでかなり高額の報酬まで要求したらしい。召喚たくましすぎ。というか体を張りすぎでしょ。ま、ミヤハは確かに心配してたけど、ナーザ君もファミリアのためにトラウマを克服したかったみたいだし。それにコラボ的な意味でも出番を確保するためには山なしっていうか、これくらいのご了承はみんなしてるっていうか、これっきりだから許してねっていうか。メタな話はやめなさい。たとえそうだとしても何かあったらどうするのよ。まあ大丈夫じゃないかな。ヘルメスのつてで都市トップクラスの護衛も雇ったみたいだし。魔獣を全部子供投げに切って、都市最強の一角だからね。この階層でつまずくはずがない。先ほどから少々窮屈そうに戦っているようにも見受けられますが、彼女金槌だったりしますか？え、剣気が？ないないないってないよね。いや、私たちに言われても知らないんだけど。ともかく任せきりというのも決まりが悪い。援護しましょう。あの未知なる生物に攻撃が通じるか確かめておきたいですし。最後撃ちます。下がってください。え、あ、今攻撃しちゃダメ。え、ちょ、なんで私のところまで。クシュン。何をやってるんですか、ラフォリア王女。助けてくださった恩人を水浸しにするなんて。まさか不用意に攻撃すれば水爆発を起こす生物とは夢にも思いませんでした。まあおかげで水いらずの関係になったということで。全然うまく言えてませんから。着替えありがとう。助かったには助かったんだけど、なんかこの服落ち着かない。なあ、私の制服！仕方ないでしょ、さやか。ずぶ濡れのままでは大切な恩人が風邪をひいてしまいます。じゃなくって、どうしてラフォリア王女が私の制服を持ってるのかって話です。旅行ですから着替えくらい用意するでしょ。トランクが手元に残っていて幸いでした。さらっと丸め込もうとしないでください。私の制服を王女が持ってる意味が。いつ古城に襲われて服がボロボロになっても大丈夫なように、あと何着かは。何の備えですかそれ。なんか悪いね。妙なクエストになっちゃったみたい。まあ私のせいじゃないとは信じたいけど。私は別に。報酬に期間限定ジャガマル君もらえますし、あとその服似合ってるよ。違和感がない。え、本当ですか。少し嬉しい。
ベルなんかが好きそうかな。共存？人類とその吸血鬼を含む魔族っていうのが？うん、私たちが住んでいる糸上島は魔族特区って呼ばれてる場所で、今は独立国なんだけど、そこでは人間と魔族が一緒に暮らしてるよ。私みたいに魔族を怖がっちゃう人はいるけど。その話もう少し詳しく聞かせてもらってもいいですか？え？似たような話がこの世界にもあるってことだ。こっちはまだ共存の取っかかりも見えちゃいないがな。そうなんだ。でもそうなるまでにはすごく長い時間がかかったって学校の教科書に載ってた。戦争もあったらしいし、私たちが生まれた頃にはもう共存はできていたから、詳しいところまではわからないんだけど。まあそうだろうな。一朝一夕でなんとかなる問題じゃないっていうのはどこの世界も一緒か。でも時間をかけて実現できたんですよね。うん。だったら僕たちの世界でもいつか必ずフィーネたちと一緒に暮らせるように。どうした？ベルの方を見て。なんて言うんだろう、ちょっとドキッとしちゃった。少し頼りないかなって思ってたけど、ベルあんな顔するんだね。ああ、何せうちの団長で俺の相棒だからな。変なことにはなっちゃったけど、おかげさまで25階層のドロップアイテムも集まった。感謝感激。異世界とか重要な説明があったのに、モンスター退治を手伝わされる私たちって。まあまあいいではないですか。私たちは右も左もわからない身。手を貸してもらうのなら対価くらいは支払わなくては。ここまで来てトラウマナクナールの効能も証明できた。立ちくらむことはあるから、まだ改良の余地はありそうだけど。そのネーミングセンスも意味わかんないんだけどって突っ込んだ方がいいの？これが世界基準なの？じゃあ戻りますか？ダンジョンで調子に乗りすぎるとろくなことがないし、とりあえず18階層のアンダーリゾートに。はあ、もうこの水の絶景ともお別れなのですね。良い観光地かと思っていたのですが。ラフォリア王女、お願いですから現地人の彼女たちの指示に従っておとなしく。あら、行ったそばから。アイズさん、ナーザさん。ん？このダンジョンにおいてこのような光景も日常茶飯事なのでしょうか。これは階層がめちゃくちゃに。何これ。はい、これで大丈夫です。ありがとうございます。しかしよく着替えなんて持ってたな、ヒメラギ。当たり前です。旅行に行くのにろくに着替えも持っていない先輩の方が信じられません。急に決まったんだから仕方ないだろう。文句はラフォリアに言ってくれ。
先輩の着替えも渚ちゃんが持ってます。そんなことだろうと思って私と準備しましたから。え、そうなのか。やはり紐、ごくつぶしっぽい匂いがプンプンと。し、レフィーや。聞こえてるぞ、おい。それにしても今日のダンジョンは妙ですね。あ、妙？あ、それは私も感じました。正確な言葉は見つかりませんけど、どこか騒がしいというか不穏な感じが。まさか俺たちが来たからか。普段の迷宮にはない要素を挙げるならば、確かにそれはあなた方ですが、断定はしたくありません。そもそも私たちが感じているこの違和感、あなた方を中心に取り巻いているようには。モンスター、しかもあんなにたくさん押し寄せて。パスパレードでもないのに多すぎる。それにこの方角、まさか下の階層から上がってきた。どうして。あのモンスターたちの様子、パニックに陥っている。もしや危険な何かから逃げてきた。あんな数まともに相手なんてしてられません。アリシアさんと私で魔法を打ちます。短文映像を交互に。ちょっと何してるんですか。早く下がって。紐だの極潰しだの言われて守られっぱなしでいられるか。今度こそやってやる。気にされていたのですね。見てろ、他のことに関しては点で役に立たない連中だが。何わけのわからないことを。あ、こういうのは得意中の得意だからな。パレイドブラッドの血脈を継ぎし者、暁古城が汝の枷を解き放つ。来やがれ五番目の拳銃、レグルス・アルム。雷の獅子、あれだけのモンスターを階層ごとひとなぎで焼き払って。やべ、ちょっとやりすぎたか。先輩。ああ、姫凪、無事だったか。人様の世界まで考えなしにこんなにして、損害賠償とかどうするつもりですか。で、そこかよ。仕方ないだろ、状況が状況だったんだから。アルデアルコートの戦いで拳銃の制御はできるようになったんじゃなかったんですか。いや、それはなんつうか、ほら、さっきは一度失敗してるし、思いっきりやれば失敗もしにくいかなって。それが考えなしだって言うんです。大丈夫です。ダンジョンには再生能力があります。エリアによっては数時間もすれば元通りです。え、そうなんですか。ええ、ダンジョンとは神と同じく人知を超えた存在ですから。それにしてもとてつもない破壊力ですね、あなたの力は。単純な威力だけなら私たちの魔法よりはるかに上でした。ユキナさんに守られてるだけの極潰しじゃなかったんですね。だから最初からこいつなんかの紐じゃねえって言ってんだろ。こいつなんか、そうですよね、私なんかですよね。おい、ヒメラギもなんか言ってやってくれ。俺は紐なんかじゃ。ヒメラギ？
私なんかが言うことないんじゃないですか？私なんかが何を言っても説得力もないでしょうし。アリシアさん、ユキナさんが果てしなく面倒くさい感じに。そっとしておきましょう。皆さん、離れてください！今のは、モンスター、まだ来るのか？先ほどの攻撃をしのぎ切った？いや、違う、払って！警戒を緩めないでください！今の攻撃、これまでのモンスターよりずっと。今の速度、この階層のモンスターじゃありえません！まさか強化種？石の竜。何なんだこいつは。あのガーゴイル、もしかして、アリシアさん。まさかゼノス。頭上を自在に飛ばれて、こちらの攻撃も届きません。こいつ、やっぱり他のモンスターとは格が違うぞ。くそ、こうなったら。来やがれ！拳銃は使わないでください！はぁ？あのモンスターは解き伏せます。解き伏せる？何言ってんだ。先輩、ここは私たちの世界とは異なる場所です。さやかさん、アリシアさんにおとなしく従いましょう。わかった、任せるからな。おいおいおい、拳銃云々以前に俺が狙われてないか。先輩、危ない！やめてください！私たちの顔は覚えているでしょ、ゼノス。攻撃をやめてください。ゼノス、一体何が。邪魔をするな、ロキファミリア。え？喋った。モンスターが。見過ごすことなんてできません。どうしてこの人を襲うんですか？訳を教えてください。語るまでもない。昔の力を使い、母なるダンジョンを荒らし回っている人間ども。その男が解き放つ力のせいで階層が破壊され不安定になっている。そいつこそが元凶だ。おい待てよ、何の話だ。しらばくれるな。先ほどの利害の雷、この目で見たぞ。モンスターを殴殺し、仮想を破壊した後と酷似している。貴様がダンジョンを荒らし回っている輩に違いない。その異なる力、滅させてもらう。させません。会ったばかりとはいえ、彼らは不思議な絵にして出会った異邦の友。それをあなたに傷つけさせるわけにはいかない。貴様。それにあなた方ゼノスは暴力と殺戮ではなく対話を求めていたのではないのですか？キラサカの声で俺のことをかばってくれるのすげえ調子が狂う。騙されてるみたいで不安になる。
先輩、今は静かにしていてください。あと、さやかさんだって、その、本気で先輩のことを嫌っているわけじゃ。どうか落ち着いてください。この人たちは確かに私たちとは異なる力を行使しますが、ずっと中層で一緒にいました。あなたの言う仮想の破壊は不可能ということです。そんな余裕彼らにはありませんでしたから。信用しろというのか、俺たちの言葉を。あれほどの力を見せつけられておきながら、私たちがあなた方とも結んだ奇妙な縁を否定したいというのなら信用しなくて構いません。ですがその暁にはあのセイレーンの献身が全て無駄になる。そして何を言ってるか全然わからねえ。すげえ蚊帳の外に置かれてるな俺たち。先輩、だから黙っていてください。おい、やめろクロス。ったく、先に飛び出しちまいやがって。また増えた。悪かったなロキファミリア。それに兄ちゃんとジョーちゃん、こいつダンジョンのイレギュラーには敏感なんだ。おう。ジョーちゃん。俺っちはリド。それから兄ちゃんたちと戦ってたのがグロスだ。虫のいい話だとは思うけど、俺っちの顔に免じて水に流してくれねえか。トカゲの顔にどう免じていいかわかんねえよ。それでは本当に貴様らは関わっていないということか。だから言ってるだろう、俺は仮想なんて場所行ったことも見たこともないって。整理させてほしいんだけどよ、ユキナッチとコジョッチ、言いにくいな、コジョッチって呼んでいいか。コジョッチ、もう好きにしろよ。私もユキナッチ。仲間内でも拳銃を使えるのはコジョッチだけなんだよな。拳銃の力は吸血鬼と呼ばれる魔族であれば使用可能です。獅子以外にもいろんな種類はありますが、それと同時に私たちの世界にはかなりの数の吸血鬼がいます。もしかしてそのうちの誰かがユキナさんたちのようにこの世界に迷い込んだってことですか？はい。私たちがこうしている以上、その可能性は高いと思います。話を聞く限り、さっき見せたレグルス・アウルムと同じくらいの力はありそうなんだな。破壊の痕跡から見るのか。そうでなければ、貴様が疑われる対象になりはしない。ってことは、まず間違いなく古き世代の吸血鬼だな。かなり厄介な話だが。あなたと同じように不死身ということですか？近いものはある。けど、それ以上に厄介なのが、その血に刻まれた戦闘経験だ。戦闘経験？俺みたいなポットでの吸血鬼と違って、古き世代は何百何千年と戦い続けた記憶と経験を持ってる。しかも同族ぐらいなんてことをして相手の血の記憶まで食らっちまう、そんな奴もいるくらいだ。何千年、しかも戦闘経験の吸収まで。それってあなたじゃ勝てないってことですか？一度確かめてみないとわからねえ。ただ本当に古き世代ならそんなに甘くないだろうな。いずれにせよ
ダンジョンで狼藉を働く連中を見逃してはおけん。なあ、今は落ち着いてはいるが、ここが荒らされて階層が壊れまくったら、母ちゃんが泣く。泣く？それに母親？いや、なんでもね。とにかくやべえことが起きる。フェルズやウラノス様にも絶対止めろって言われてるんだ。ウラノス様？オラリオの創設神が？なあ、そんなわけだから真犯人ってやつを見逃すわけにもいかねえんだ。手遅れになる前にな。先輩、私たちも協力しましょう。ヒメラギ、私たちの世界にあるべきものがレフィーヤさんたちの世界を脅かそうとしている。なら私たちが止めるべきです。まあそうなるよな。厄介事は勘弁してほしいが、リドって言ったか。こうなったら最後まで力を貸すぜ。おう、頼りにしてるぜ、コジョッチ。ダンジョンのことなら私たちも協力するのは当然ですけど、いいんですか？あなたの妹さんやお知り合いの方々は。ああ。なあ、それなら心配ねえよ。ここは俺っちたちの庭みたいなもんだ。そっちの人探しは手の空いた奴に探させる。いいのか？なあ、その吸血鬼って連中のことだけはこっちもよくわからねえし、持ちつ持たれつってやつだ。では、そろそろ行きましょう。大事になる前に、今回の騒動を鎮圧します。どうしたんですか？そんな笑って。笑ってるんですよね。いや、ベルッチたち以外の冒険者とこうして肩を並べるなんて思わなくてよ。嬉しいんだろうね。おいおい、そんな顔しないでくれよ。これっきりなのは分かってるからよ。一度は我々を葬ろうとした者たちと共闘とは。ええ、我々も相当にあなた方に毒されているようです。ですが、やるべきことのために今だけはそれも忘れましょう。話の腰折って悪かったな。じゃ、今度こそ行くか、吸血鬼探しってやつに。よし、ベルフ、そっちはどう？ああ、こっちも終わった。ナギサ、出てきていいぞ。モンスター退治は僕たちがやることですから、気にしないでください。それより、この階層にも、渚さんのお兄さん、いないみたいだね。ああ。お前に言われるまま、この17階層まで降りてきたが、本当にこっちでいいのか？もう少し深いところに古城くんがいる、ような気がする。だいぶ近づいてきてるとは思うんだけど。そこまでわかるのか。大した力だな。そんなすごい力じゃなくて、勘みたいなものなんだけど。私、混成能力者っていうやつで。巫女と超能力者のハーフっていうか。巫女って確か、極東のおとぎ話だと、占い師というか、明治みたいな力があるって。結局、俺たちには考えもつかない力ってことか。ともあれ、20階層までに見つかると助かるんだが。
このバカでかい声は改装主か。うん、おかしい。ダンジョンに来る前、インターバルがまだ数日残ってるのはちゃんと確認してきた。それに今の雄たけび、ゴライアスのハウルとは違う。こっちに向かってきてる。ベル、渚をどこかに隠せ。この感じ、守りながら戦える相手じゃねえ。わかった。横道のルームを壊して入ってもらう。すぐに戻るから。さあ、何が出てきやがる。なんだよあれは。本当にモンスターなのか。ベルフ、渚さんは避難させたけど、これはヘビ。まさか新種か。暴れ回ろうってのか。やるしかないぞベル。わかってる。渚さんを守らないと。刃が通らない。全く効いてる様子がないぞ。力もデタラメすぎる。僕たちどころか、このままじゃ階層ごと破壊し尽くされて。せない。あ、羽のバレット。あの技はレイさん。ベルさん、ベルフさん、無事ですか。お前、どうしてこんなところに。説明は後で。先にあれを何とかしなくては。攻撃を逸らせるだけで私の射撃も歯が立たない。ファイアボルト。ベルフ、魔法なら通る。ああ、そうみたいだな。しかねえ。こいつでも食らいやがる。倒した。いや、消えた。何だったんだ今のは。拳銃？ええ、異界からの強大な召喚獣。意志を持った魔力の塊、とお伝えするのが一番わかりやすいでしょうか。特例を除けば、負の生命力を持つ吸血鬼にしか扱えない。ほぼ不滅の存在で、より強力な魔力をぶつける以外、対策はないわ。その拳銃が階層を破壊した。ダンジョンのモンスターができないというのなら十中八九。吸血鬼が操る拳銃ならばこのようなゲートもたやすい。私は来たことがないからわからないんだけど、そこのとこどうなの？元気？水の都のモンスターじゃここまでの破壊は無理です。今までもこんなイレギュラー見たことがない。だとすれば、私たちと同じように吸血鬼がこちらの世界に来たと考えるのが自然でしょう。え、それってもしかして暁古城が？あの方がいたずらにこちらの世界を破壊するとは思えません。おそらく別の吸血鬼でしょう。
ともかく、やはり情報が欲しい。先ほど言っていたダンジョンにあるという町はまだ遠いのでしょうか。もう3階層くらい登ったところ。ケンキがいるからすぐ着くと思うけど。急ぎましょう。もし本当に吸血鬼が来ていて好戦的な輩であったなら、冒険者という強者が集まる場所は格好の的となりかねませんから。じゃあ、あとは頼んだぞ、ウィーネ。ヘルガたちと怪しい奴を探してくれ。わかった。どこかに通信してたみたいだが、いいのか？モンスターって言っても、まだ子供みたいだったが。まあ、確かに、渚ちゃんと似てましたもんね。声とか。渚。ああ、確か彼の妹というヒューマンですね。つまり、妹好き。神々の言うところのシスコン。透けこましに加えてシスコン。変態、最低、汚物。誰がシスコンだ？いい加減にしろよ、お前ら。ウィーネはあれでも竜種だ。能力を含め、五感は秀でている。あの子の耳なら、異変があればすぐに感知できるだろう。な、ヘルガたちの鼻もあるしな。吸血鬼を見つけてもフェルズのマジックアイテムで俺っちたちに報告するだけだ。話は分かりました。それでは私たちはどうしますか？このままあたりの捜索を続行ということでいいんですか？ちょうど今、17階層で見慣れないモンスター、おそらく、その拳銃が出たと通信があった。え？別行動中のレイからの報告だ。拳銃とともに宿主も移動しているなら、17階層近辺にいる可能性が高い。我々もそちらに合流する。ウィーネたちに探ってもらいつつ、俺っちたちは一番くせえ場所に向かう。それでいいか、コジョッチ。ああ、もちろんだ。行こうぜ。つまり、別世界の吸血鬼がダンジョンで暴れていて、それを止めないとえらいことになるっていうのか？ええ。オクルスからグロスたちの連絡が来て、先ほど私も把握したのですが、すいません、巻き込む形になってしまって。私もごめんなさい。私たちと同じ世界の人がデルフ君たちの世界に迷惑をかけてるみたいで。謝らないでください。渚さんもレイさんも、二人は悪いことなんて何もしていないんですから。話なんだけど、私が隠れてる間に拳銃と戦ったって本当なの？ああ、とんでもない大きさのヘビみたいなやつだった。ヘビ？そういえば、あなたが渚さんなのですか？古城という方の妹君で間違っていませんか？知ってるんですか？今、古城君は。安心してください。彼はユキナさんという方とご一緒にいらっしゃるようです。ユキナちゃんもいるんですか？本当によかったですね、渚さん。うん、一気に安心しちゃったよ。この後19階層からリドたちが彼らを連れて合流する手はずになっていますが、どうしますか？できるなら18階層で落ち合いたいです。セーフティーポイントなら渚さんも少しは安全にいられるでしょうし。
俺も賛成だ。宿主ってやつがまだここに残っているか怪しいもんだしな。わかりました。では向かいましょう。ここが18階層。まるで地上だな。冒険者の間でもアンダーリゾートと呼ばれるほどですからね。特に変わったところはなさそうですね。拳銃の被害もなさそうですし。なあリド、上の階層で出たっていう拳銃はどうなったんだ。なあ、例の報告だと追っ払ったみたいだ。姿は巨大な蛇みたいだったってよ。蛇？ん？どうしたんですか？いや、なんでもない。思い出したくもないことが頭によぎっただけだ。そうだ、俺たちの前からいなくなったあいつがこんな場所にいるわけ。尋常ではない反応速度は。声が聞こえきる前に動いたような。先達を慕う後輩といいますか、象形が崇拝の対象というか。あまり気にしないでください。やはりあなたもこちらの世界に来ていたのですね。これも運命の導きでしょうか。ラフォリア、無事だったのか。え、アイズさんじゃない。そんな、私がアイズさんの声を聞き間違えるなんて。私もいるよ。あっちもアイズじゃ。私が間違えたのは銀のアイズさん、それとも金のアイズさん。つまりアイズさんが二人いて、ここはつまり。あ、天国。なんだかヤバめの混乱をしてるエルフがいるんだけど、大丈夫なの？都市最大派閥の事情なんて私には分かんないから、無視するのが賢いんじゃない。は、鮮やかさん、無事だったんですね。あー、勇気だ。そっちこそ大丈夫？暁古城に変なことされてない？心配すんのそっちかよ。この人間どもは暁古城の仲間ということでいいのか。ああ、ラフォリアにキラサカ、二人とも頼りになる。古城くん！この声、なぎさか。なぎさ、大丈夫か。それはこっちのセリフだよ。古城くんたら、私がいない間にユキナちゃんに変なことしなかった？ユキナちゃん平気？大丈夫？ってお前もかよ。渚は平気だよ。この人たちが助けてくれたから。お兄さんに会えてよかったですね、渚さん。ひとまず人探しの方は終わったな。おお、ベルッチにベルフッチ、本当にダンジョンに来てたんだな。出ましたね、ベルクラネル。アイズさんがいる場所にいつもいつも現れて。おかげきりで、レフィアさん。ちょっと何ですか、そのミノタウロスに出くわしたような反応は。レフィアさんだって似たような反応したじゃないですか。やれやれ、一気に賑やかになってしまいましたね。
すごい光景っていうか、びっくりするくらい美少女だらけで、私も混乱してるんだけど。なんでモンスターが喋ってるの？あ、ゼノスの事情を知らない人がいるの、忘れてた。なななななな、ラーザさん、どうしてここに？どうしてって、なし崩し的に？それよりもベル、これどういうこと？なんでモンスターが人間と？まずい。ごまかさなきゃ。おい、なんとかしろ。無茶を言うな。俺っちたちに振らないでくれ。一体どうすれば。おい、あいつらどうしたんだ。顔が青くなったり白くなったり、バレてはいけないことがバレてしまったような。なるほど、状況は理解しました。私にお任せください。あ、なんか嫌な予感。ナーザさん、この子たちはモンスターではありませんわ。え？あなたにはまだ説明していませんでしたが、この子たちも私たちと共にこの世界に迷い込んだ魔獣なのです。え？魔獣ですよね。そうそうそう、俺っちたちは魔獣だ。ええ、私たちモンスターとか知りません。オラリオ、ダンジョン、なんだそれは知らんな。ほら、この通り。何せこの子たちは私のペットですから。でもどう見ても私の知ってるリザードマンにガーゴイル、セイレーンの方は確かにこんな綺麗な顔してないけど。たまたま。そう、たまたまですわ。私たちの世界にも似たような種族がいます。しかし魔獣はモンスターと違い話すことができますので。言い切りやがった。しかもすごい綺麗な笑顔で。よろしい、では証拠を見せましょう。追って。グロス、恥ずかしがってるとご飯は抜きですよ。あ、みんないい子ですね。あのゼノスを一瞬で従えた。恐ろしい、いえ、おぞましい。アイズさんに似てるのは声だけかも。
かがですか、ナーザさん。納得していただけましたか？もう、いいよ。え、ナーザさん？突っ込みたいところはあるけど、それで納得する。今はそれどころじゃないみたいだし。モンスターは怖いけど、私は、ベルたちを信じてるから。ナーザさん。聡明で助かりますわ。では早速、今後について話をしましょうか。皆さんが集まった理由はどうやら同じのようですし、拳銃とそれを操る吸血鬼、違いますか？はい、そうです。ならば情報共有から始めましょう。あなたはベル・クラネルと言いましたね。ではベル、簡潔にかつ客観的に説明なさい。はい、承知しました。何なんだあの女は。場を掌握したと思ったら息を吸うように取り仕切り始めたぞ。まさか王族か？わかるの、ベルフ君。そうだよ、ラフォリアさんはアルディギアっていう国の王子様なんだよ。すごいよね。けどまあ、ラフォリアがいて助かったな。俺たちだけだとこんなの収拾がつかなかっただろうし。それは私も思ったよ、ベルフ君。人がいっぱいいるし、話題もあっち行ったりこっち行ったりで大変。あれ？おい、ベルフ君って誰だ？渚？うわっ！九条君とベルフ君が二人いる！何言ってんだお前。九条君、いきなり現れるなんて卑怯だよ、卑劣だよ。兄の声もわからないダメな妹のレッテルを私に貼ろうとするなんて。だから本当に何言ってんだお前。ベルフ君もベルフ君だよ。私には九条君というお兄ちゃんがいるんだから、そんな声で喋っちゃダメ。私を惑わさないで。無茶言うな。それに惑わしてもね、人聞きの悪いこと言うな。これは本当に先輩が二人？声がそっくりで、私も混乱してしまいます。目をつむると暁古城が二人いるみたいで。いやー、耳がはらまされる。ユキナ、聞いちゃダメよ。あんなド変態吸血鬼が二人に増えたなんて、空気感染で妊娠する確率が2倍に増えるわ。誰がド変態吸血鬼だ。あと妊娠なんてするか。ほら、息ぴったり。きっと生き別れの双子の兄弟とか、魂を分けた半身とか、おぞましい何かなのよ。いやー、近づかないで。この女何なんだ。声を聞くなり犯罪者や化け物呼ばわりしやがって、人を何だと思ってやがる。そうだね、ベルフ君は風評被害だね。主に九条君のせいで。俺のせいでもねえだろ。キラサカが暴走してるだけだ。いえ、先輩は反省してください。日頃の行いをしっかり顧みて。だからどうしてそうなるんだよ、ヒメラギ。そうよ、少女にか私のような感じで見ればショッカーかけて良いとかで妊娠したことに反省しなくていい要素があるんですか。いっぺんに喋んじゃねえ。はぁ、話が一向に進みません。ちくしょう、戦ってるわけでもないのにどうしてこんな疲れなきゃいけないんだ。とりあえずお前がベルよりすごいやつってことは分かった。序談的な意味で平静しろ、頼むから。今更だけど挨拶させてくれ。渚を助けてくれたんだろ。暁古城だ。
お前は？ベルフ・クロッゾ。仮名で呼ばれるのは嫌いなんだ。ベルフでいい。そうか。じゃあベルフ、改めて礼を言わせてくれ。渚を助けてくれてありがとう。俺だけじゃなくてベルにも伝えてやってくれ。お前の妹を真っ先に助けたのはあいつだからな。出会うはずのなかった男と男の友情、いいね、尊いって感じがするよ。女の私たちが介入できない、熱くて苦しいぐちょぐちょな男の友情には嫉妬にも近しい羨望を抱いてしまいます。妙な表現をするな。やっぱり以心伝心してるじゃない。本当に赤の他人なの？さて、冗談は置いておいて。状況は概ね把握しました。まずはベルたちが遭遇したという拳銃を追うとしましょう。リド、あなたの仲間を17階層に向かわせてください。拳銃の痕跡にせよ、宿主の足取りにせよ、手がかりが欲しい。おう、それならもう向かわせてやるぜ。ご主人様、連絡はまだねえけど。ナーザさんの手前、自重してるんだろうけど、ゼノスのみんなすっかりおとなしくなってる。とりあえず、あの銀のアイズさん、もとい、ラフォリアさんに逆らってはいけないことは理解しました。銀の私、すごい。天然発言はやめなさい、アイズ。エコロケーションを使いましたが、少なくとも17階層に痕跡らしきものは残っていませんでした。宿主なる存在が17階層にいないのは間違いありません。そして去ったとすれば、上の階層に向かったか、あるいは下か。下って もしかしてこの18階層ってことか。なんだ森の奥からゴーンが。それにこの地鳴りは。気をつけてください、正面から来ます。あ、モンスターの大群。多すぎない？冗談でしょ。誠に同感ですが、さすがに悠長なことを言っている暇はありませんね。このままでは押しつぶされる。迎え撃ちます。くっ、渚には手を出させねえ。行くぞ、姫凪。はい、先輩。私も矢を使うの？いい腕してるわね。そっちもね。アーチャーが3枚、図らずとも光栄が充実してる。前衛は大丈夫かな？それならば問題ありません。あの子がいます。剣一本で複数のモンスターを。何なんだあいつ。ラフォリアと同じ格好をした親戚か何かと思ってたら、デタラメすぎるだろう。さすがです、アイスさん。めちゃくちゃ嬉しそうね、あなたたち。
おい、何手を止めてるんだ。まだ敵が来るぞ。違う。は？このモンスター、私たちを狙ってない。クジョーク、見て！モンスターが私たちを無視して、素通りしてくよ。どうなってんだ。こいつら襲いかかってきたんじゃ。いや、ちげえ！逃げてきたんだ！自分たちよりはるかに強大な存在から、我々など視界に入らないほど我を失って。そして、その存在が、来る！森の奥から！違うわ。あれは、あの拳銃は。嘘だろ。本当にあいつが。おやおや、これはこれは。うぞうむぞうの獣どもと戯れていたら、思わぬと当たりを引いたみたいだね。バトラー。やあ古城、久しぶり。こんなところでまた君に会えるなんて。やはり僕と君は運命の糸で結ばれているのかな。気持ち悪いこと言ってんじゃねえ。釣れないね。せっかくこうして異世界で感動の再会を果たしたっていうのに。なんですか、あの白い礼服のヒューマンは。なんだかものすごく誤解されそうな言動をしてますけど。油断しないでください。あの方はただの人間なんかじゃありません。第一神祖ロストウォーロードが滑るドミニオン戦王領域のノーブルズ、古き世代の正真正銘の吸血鬼。吸血鬼の頂点に君臨する神祖、それに最も近い存在と謳われていた同族ぐらいにして生粋の戦闘狂。それが彼、ディミトリエ・バトラーです。神祖、同族ぐらい。いや、それよりも吸血鬼って。暁古城とは異なる拳銃の使い手。それでは彼がダンジョンを荒らし回っている元凶。異世界で感動の再会って、そうだ、お前は喉に行ったんじゃなかったのかよ。あの神祖大戦の後、俺たちの前でゲートに飲み込まれていったじゃねえか。それがさ、想定外の寄り道をしてしまったようでね。キラやジャガンともはぐれてしまったよ。けれど、ああ、よかったと思ってるよ。こうして意図せぬ場所に出れて。なんて言ったって、古城、君とまた出会えたし。こんな面白い怪物のルツボにお目にかかれたんだから。なんだと？面白い。実に面白いよ、ここは。至る場所から次々と溢れてくる、幽玄を排した無限のモンスター。おまけに、下に行けば行くほど強くなると来た。欲望や好奇心が刺激され、湧き立った気分になる。彼らを倒し続け、最下層まで行けば、一体どんな化け物と相まみえることができるのか。ああ、興味が尽きないよ。ダンジョンを荒らしていたことを認めるのだな、吸血鬼。愛おしく思い、ほんの少しめでただけさ。こんな数多の闘争をもって歓迎してくれるなんて、とね。さらに、
こんな美味しそうなごちそうまで用意してくれていたんだから。なんて魔力、余波で体が押されて。ちょっとやめてよ、私こういうの本当に無理なんだから。拳銃が、気をつけて。アルディアルコじゃなかった、あの吸血鬼が身に宿しているのは蛇の拳銃、数は9体。あの魔力の塊がまだ8体いるってのか、ふざけろ。今出てるのは僕たちが見た蛇の拳銃じゃない、まだ力を隠し持ってる。こんなの手加減なんてできねえ、卑怯とか言ってる場合でもねえ。なあ、一対一なんて物理なことは言わない。こんなところに飛び込んでくる水月だ、古城や剣薙以外の君たちも存外なんていう言葉では収まらない力を持っているんだろう。戦う、僕の血がときめくほど盛大に容赦なく誠実に殺し合おう。このバトルマニアめ、どちらにせよこのような危険な輩を放置するなどできない。ああ、やってやる。いいね、そう来なくては。遊ぼうか。マジか、あの蛇、剣が通らない。拳銃は尋常じゃない魔力の塊なの。それこそ神祖の拳銃をぶつけるか、ハマの力を持つシュネーバルツァーじゃなきゃ。攻撃は古城とユキナに任せるしかありません。私たちは彼らの援護を。渚、やらすか。レッツゴー。嘘、拳銃が。クロッツォの負け、強大な異界の存在も貫くなんて。これはこれは、遊びしてんじゃねえバトラー。来やがれ、5番目の拳銃、レグルス・アールム。五条、獅子の御子たる、高神の剣薙が願い立てまつる。浜の諸侯、石火の神郎、鋼の真意を持ちて、我に悪人百鬼を打たせたまえ。拳銃ごと突撃させて、注意を引き寄せて、その隙を撃った。いい連携。これで決まってくんねえと、きついんだが。やられたよ、古城。
見ない間にまた力をつけたようだね。そちらの剣なぎも見事だったよ。どの口が言うんですか。こちらはレフィーヤさんたちの力も借りてようやく押し切ったっていうのに。それを差し引いてもさ、神祖大戦は図らずとも君たちの存在そのものを飛躍させたらしい。ああ愉快だよ。それと同時に残念な気もするな。喉へ旅立ったのは早まったかもしれない。君たちとこんなに遊べるのなら何なのですかこの吸血鬼は。やられたというのにまるで子供のように笑って。神祖ほどじゃないにしろこいつも大概不死身に近いからな。感覚が俺たちとは違うんだこのバトルマニアは。けど俺たちの勝ちだバトラー。これ以上ぶっ飛ばされたくなかったらもうダンジョンで暴れ回るのはやめろ。古城にならいくらでもぶっ飛ばされたいな。ダダをこねるのは醜いな。残念だけどこの迷宮の最下層を目指すのはやめにしよう。どういうことですか。あなたは下層から中層に移動し無差別に階層を破壊していたのでは。何を言っているんだい。僕はモンスターを殲滅しながら上から下へ降りてきただけだ。無差別に破壊なんて心当たりがないな。僕はこの世界に降り立った直後、君たちのような冒険者に勝負を挑み、このダンジョンの情報を教えてもらっただけさ。そして気が向くままに探索していた。僕とは違う誰かと勘違いしていないかな。おいおいおい、どういうことだよ。お前じゃなかったら一体誰が階層を荒らし回ってるって言うんだ。どうしたのベル。そういえばさっき17階層で戦ったヘビのモンスター、あ、いえ拳銃のことなんですけど、今この人が使ってたどの拳銃とも違ってたような。けどアルデアル校は9体の拳銃を持ってる。まだ使ってないうちの1体っていう可能性も。ふーん、君の見た拳銃はどんなやつだったんだい。頭とお尻に2つの顔がある蛇で。おい待て、まさかそれって蛇ではなく交流。それじゃあベルさんたちが見た拳銃とはアルメイサ。なんだ元拳銃なのか。何もしていないと。だから言ってるじゃないか、僕は君たちが求める犯人とやらじゃない。黒幕がいるようだよ。とても愉快で凶悪な、そう、あんな風な怪物が。